て、と。市長さんいるかしら。忙しい人だからどこかに出かけてるかもね。ああ、エステル君とヨシュア君か。あ、市長さん。お邪魔します。今日は遊撃士協会から来ました。うん、話は聞いておるよ。カシウスさんの代わりに仕事を引き受けてくれるそうじゃな。うん、そのつもりだけど。ごめんね、市長さん、父さんがいい加減な約束して。いやいや、カシウスさんほどの人であれば多忙を極めるのは当然じゃろう。それよりこんなところで話をするのもなんだな。詳しい話は書斎でさせてもらうよ。頼みといってもそんな難しいことじゃないんだ。正直ギルドに頼むのも厚かましいとは思ったんだがね。なかなか手が開かないものでな、つい頼んでしまったんじゃ。運搬の仕事と聞きましたけど、何を運べばいいんでしょうか。うん、北のマルガ鉱山からセプチウムの結晶をここに届けてほしいのじゃ。セプチウムっていうと、私たちがよく手に入れるセピスと同じものよね。正確には宝石にするほど大きくないセプチウムのかけらをセピスって言うんだ。このセピスを精製加工したものがオーグメントにつけるクォーツってわけ。なるほど、なんとなく理解できたかも。昔からマルガ鉱山ではそのセプチウムの一種であるエスメラスが取れるんじゃが、大きな結晶が採掘されたので鉱山長に保管してもらっておるのさ。その結晶を鉱山長から受け取ってここまで運んでくればいいんですね。その通りじゃ。どうかな、頼めるかね。宝石の運搬か。魔獣退治とは違って別の意味で緊張しそうだけどでもなんとかやってみるわ。ありがたい。それではこれを持って行ってもらおうか。それを見せれば鉱山の中によろしく頼む。Thank you.
僕の番だね。任せて。この調子で行くわよ。行くよ。番だね。僕の番だね。捉えた。任せて。行くよ。僕の番だね。うん、もう。
ここは丸賀鉱山だ。関係者以外は遠慮してもらおうか。ふっふーん、関係者だもんね。ロレントのクラウス市長に頼まれて。おー、悪い、おら。いいけど、私たち市長、わかります。トロッコか。そ、これってエレベーターよね。なん、ちょっと動力は通っているけど機構的にロックされてるみたいだ。誰かに聞いた方が良さそう。おや、君たち行員の誰？ん？あ、はい、はい。エレ、どうや？そう、はい。ありがとう、コン。エステル、さっき借りたエレベーターがつく。これで早速。おや、ジョーちゃんたちは。あなたが鉱山長さん。よかった、やっと見つけたわ。遊撃士協会の者です。クラウス市長の代理として来ました。おお、なるほどね。若いのに大したそれほどでも。それで結晶はどこにあるの？ああ、何分めったにお目にかかれない貴重な代物、肌身離さず。結晶見たことないわ。すごい、内部から光が弾けているみたい。セプチウムの一つ、風の力を秘めたエスメラスの結晶だ。これだけ大きいと宝石としての価値は莫大なものになる。間違いなく市長さんに届け。妖精を持ってるみたいな面白い。見て見て、ヨシュア。確かに綺麗だけど、そのくらいでストップ。落としたりしたら大変だよ。チェ、張り合いがないんだから。これでよしっと。それじゃあ親方さん、間違いなく市長さんに届けるわね。おう、よろしく頼んだぜ。ん？どうしたの？妙だな、空気の流れが変わりやがった。空気の流れ？この匂いは。おっ！
今のってひょっと、いや、坑道のどこかで崩落が起きたらしい。地盤の緩い場所にぶち当たったか。こりゃエステル、気をつけて。え、僕の番だね。初めてだ。魔獣はセプチウムの輝きに引きつけられる性質がある。だから今までも入り口近くに迷い込んでくることはあったが、ひょっとしたらさっきの崩落で坑道の一部が魔獣の巣につながったのかもしれません。魔獣の巣ですって、考えられない。これはいかん。作業してる連中を脱出させねえと。そういうことな。まず、すまん。ちなみに地下で作業。了解。すまん。行くよ。僕の番だね。だね。
僕の番だね。僕の番だね。私の番ね。みんな行くわよ。僕の番だね。遅い。終了。先に僕の番だね。
行くよ。僕の番だね。僕の番だね。僕の番だね。こんなところに。おや、お前さんは確か昨日入った新入りだったな。どうして地下に掘りに来てるんだ。それが少しでも先輩方の仕事ぶりを見学しようと思ったんですよ。そしたらいきなり壁が崩れて向こうの方から魔獣。やはり魔獣の巣に繋がったのか。兄ちゃんの推測。うん、この先はそう。すっごい逃げ足、よっぽど怖かった。そうだね。おい、どこ行くつ。看板もまだ。確かに危なそう。大丈夫なはずだ。それじゃあ僕たちも。おい、親方、大丈夫ですか。え、この嬢ちゃん。ところで、え、さっ、いや、そ、ど、あ、まったく、とんだ誤算だぜ。魔獣は湧き出してくるわ。はあ、仕方ね。正直に報告するしか。今回はすまなかったな。余計な仕事。そのうちギルドに連絡して気にしないで。当然のことをしたまでだもん。これも修行のうちってやつよ。ところで、チカはどうするつもりですか。何度か自分たちでケリをつけるさ。爆薬を使って魔獣。ま、うん、それじゃエステル。失礼しちゃうわね。そこまでうっかりしてないってば。ほーら、ここに。まさか。お、落としたのか。
さ、とっとと届けに行きましょう。まったく君ってやつは心臓に悪いぜ、ジョーちゃんよ。僕の番だね。行くよ。うん、もうだ。僕の番だね。撤退を開始する。囲まれたか。私の番ね。なるほど、あの時計台にはそんな逸話が。私、とても感動しましたわ。戦争の悲惨さを語るのはたやすい。大切なのは、悲しみを乗り越えて平和を築こうとする強さだと思うのじゃ。むよ。品を届けに来たんだけど、お邪魔だったかな。おお、エステル君たちか。邪魔なんてことがあるもんかね。ちょうどいい、紹介しよう。
こちらはジョゼット君、ジェニス王立学園の学生さんじゃ。ジェニス王立学園、聞いたことがあります。ルーアン地方にある全寮制の高等教育学校ですね。ええ、その通りですわ。お初にお目にかかります。ジョゼット・ハールと申します。私はエステル、よろしくね、ジョゼットさん。ヨシュアです、よろしく。実はこの二人、ブレイサーでの個人的なことで仕事をお願いしていたところ。ブレイサー、あのいかなる権力にも屈しない平和を愛する誇り高き自由騎士。ああ、感激ですわ。本物の遊撃士に巡り会えるなんて。そんなに感激されるとくすぐったくなっちゃうわね。ところで、ジョゼットって呼んでいい？ええ、そう呼んでくださいな。ジョゼットはどうしてここに？市長さんと知り合いなの？いえ、お目にかかったのは今日が初めてですわ。私、自主研究の一環として各地の重要文化財を調べているんです。それでお忙しいとは思ったのですが、市長にお話を聞かせていただこうと。勉強熱心ね。それじゃあ邪魔しちゃ悪いかな。いえいえ、もう十分お話は伺いましたから。それより私の方がお邪魔でしょうか。いやいや、そんなことはないよ。エステル君、せっかくの機会じゃから、例の品を彼女にも見せてくれないかね。あ、うん、ちょっと待っててね。まあ、それはセプチウムですわね。なんて素晴らしい輝きかしら。見事な大きさじゃ。まさにロレント市民全員の感謝を表すにふさわしい贈り物。贈り物？感謝を表すにふさわしい。なるほど、生誕祭の贈り物ですね。鋭いの、ヨシュア君。これを使ったオーブメント細工をアリシア女王陛下に贈るつもりじゃ。60歳におなりになる陛下へのロレント市民の感謝の印としてな。え、女王様への贈り物？まあ、素晴らしいですわ。我々リベール国民は女王陛下にいつも世話になっておるからな。定期飛行船が簡単に利用できるのも王家が援助してくれているおかげじゃ。リベール国内の遊撃士協会も王家の援助を受けていると聞きます。確かにいろいろな形でお世話になっていますね。どうしよう。私たち女王様への贈り物をこの手で運んじゃったんだよ。アマツさえ思いっきり振り回してたもんね。ま、バラしちゃダメだってば。エステル君らしいの。もう。それじゃあ市長さん、間違いなく渡しておくわね。確かに受け取っ。それでは慎んで。これでよしと。あとはメルダース工房でこれを使ったオーブメント細工を仕上げてもらうだけじゃな。今から仕上がりが楽し。あ、ずるい市長さん。完成したら私にも見せてね。はあ、残念ですわ。
でも今日はお話に加えて素敵なものを見せていただきました。もうお礼の言葉もありませんわ。いやいや、これくらい主張。本当にありがとうございます。それでは私は待って、ついでだから私たちも失礼しちゃうわ。そうだね、市長。それでは失礼します。うん、お世話になったの。それじゃあ明日にはもう定期船で帰っちゃうんだ。ええ、そうなんですの。すぐに学校も始まってしまいますし。なるほど、学校の休みを利用して調べに来てたんだね。ああ、残念だな。せっかく仲良くなれそうだったのに。また会えるといいね。はい、私もそう願っております。それではごきげんよう、エステルさん、ヨシアさん。いやー、いい子だったわね。いいところのお嬢さんっぽいのに、それを鼻にかけたところがないし、うん、よしょ？あれれ？ひょっとして。今みたいなのがタイプだったり？え？な、何変なこと言ってるのさ。焦ってる焦ってる。いやあ、お姉さん驚いちゃったな。ヨシア君の好みがお嬢様タイプだったなんてね。今度会う時までに気の利いた口説き文句を用意しとかなきゃね。ふん、勝手に盛り上がってなよ。まったく、人の気も知らないで。え？なんでもない。それよりギルドに報告に行こう。父さんの代理の仕事も次で終わりだよ。あ、そっか。うん、気合を入れていこうね。知らん。おばさん、ブレイサーを待ってるの？ええ、そうなのよ。あら？そういうあなたはひょっとして。うん、ブレ。まさか、そこの僕も？はい、僕もそうですけど。あらあら、おばさんびっくり。ブレイサーさんっていうお名前、最近は。ん？あら、それともご兄弟なのかしら。そうそう、そうよね。同じお名前なら普通はご家族よね。まあ兄弟みたいなものだけど。エステル、もしかしてこの人ブレイサーのことを知らないのかも。どうもブレイサーって言葉を人の名前と勘違いしてるみたいだよ。嘘でしょ。もう
何二人でこそこそおしゃべりしてるの？面倒だからここは話を合わせよう。了解。それで何かお困りの様子ですけど。あら、僕ったら可愛いよ男の子は。おばさん本当に困ってる？そうそうそうなのよ。実はとても困っているのよ。うちのアリルちゃんが帰ってこなくなっちゃったのよ。うっかりカフェで居眠りしてたら、アリルちゃんこん、あ、そ、うん、秋こむ多分を。わかりました。まずは屋外を探してみます。では見つけたら。おばさんはよろしく。よしは、今あのおばさんが。間違いないわ。パゼル農園でもそうだったけど、なんだか最近追いかけてばかりだね。あ、あの猫。エステル、ちょっと待って。あの子はもしかして。まあ、逃げちゃうよ。教会の方に行ったわね。とにかく今は追いかけないと。やれやれ。ふん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 。もう逃げられないわよ。おとなしく捕まりなさい。いい子だからおとなしく捕まってよね。そのままじっとしててよ。エステル、追い詰めすぎちゃダメだよ。テラスから飛び降りたらどうするつもり？わかってるけど、どうにもできないんだもん。ほら、アリル、こっちだよ。ごめんね、怖がらせちゃって。むか。ほら、おいで。おばさんのところに帰ろう。よしよし、いい子だね、アリル。さあ行こう、おばさんが待ってるよ。というわけなんです。多分アリルはおばさんのところに帰る途中だったんだと思います。いつもこのカフェの方に向かって歩いてましたから。あ、確かに言われてみれば。もしかすると僕たちのせいで逆。ありがとうございます。お、焦ってる焦ってる。おばさん本気になっちゃうぞ。
すみませんけど、そろそろギルドに報告に行かないと。失礼します。それじゃ、毎度まったね。行くよ。行くわよ。連覇、僕の番だね。行くよ。断速戦。戦闘終了。先に進もう。ご苦労様、鉱山では大変だったみたいね。え、なんで知ってるの？鉱山から連絡があったのよ。あなたたちにとても感謝していたわ。そのあたりも含めて報告をよろしくお願いするわね。はい、それではこれで依頼達成だね。以上の仕事をしてくれたわね。突発的な事故に対処するのもブレイサーとしての使命の一つよ。これからも頼むわね。うん、どーんと任せてね。まあ、エステルの場合は頼まれなくても首を突っ込むけどね。そうそう。って人のことをおせっかい魔みたいに言わないでよ。みたいも何も、お人よしと野獣馬根性と直情的性格のなせる技だろうね。ヨシア、なんかツッコミ激しくない？気のせいじゃないの。ほらほら、喧嘩しないの。じゃあカシウスさんの代理の最後の仕事を紹介するわね。リベール通信って知ってる？あそこの取材に協力してほしいのよ。え、それってこの前買ったあの雑誌じゃない？へえ、面白い偶然もあるもんね。取材協力というと、具体的に何をすればいいんですか？危険な場所に取材に行くから腕の立つ案内人が欲しいそうよ。詳しくは本人たちから聞いてみて。雑誌社の記者とカメラマンが
ホテルロレントに滞在中だから。あ、これはギルドからの紹介。それじゃあ早速ホテルを訪ねてみよっか。そうだね、行ってみ。これで依頼達成だね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様。何か依頼を達成。ちょっと聞きたいんだけど、雑誌社の記者さんってこ、おや、よくご存な、実は、で、そ、記者、さ、さ、失礼。なんだお前さんたちは。あなたひょっとしてリベール通信の記者さん。その通りだが、なんで知ってやがるんだ。俺は人を取材するのは好きだが、人から詮索されるのは嫌いでね。どういう要件だ一体。遊撃士協会から来ました。護衛の依頼をされたそうですね。おお、ようやく来たか。ほんと待ちくたびれちまったぜ。それでカシウス・ブライトはどこだよ。それなんだけど、本人別の仕事が入っちゃったの。それでロレントを離れちゃって。ね、なん、せっかくだから噂の遊撃士に取材してやろうと思ったのに、ちっくしゅ、当てが外れちまったじゃねえか。よくわからないけど、まあそんなに悲観しないでよ。私たちがしっかりと代わりを務めさせてもらうから。仕方ねえな、今回はそれで手を打つか。今なんと言った。そんなに悲観しないでよ。そうじゃねえ、代わりに勤めさせてもらうだ。どういうことだそりゃ。だから私たちが代理のブレイサーなんだけど。あ、これ紹介状ね。おいおい、冗談きついぜ。お前らみたいなガキどもがブレイサーだって言うのかよ。ガキですって。乙女に向かってなんて言い草よ。何が乙女だ、色気のねえ格好しやがって。悔しかったらスカートでも履いて年頃の娘らしくしてみやがれ。これは防術用の服装なの。スカートだと見えちゃうでしょ。まったく失礼なおじさんね。だって俺はまだ20代だ。おじさん呼ばわりするんじゃねえ。とにかく記者さん、
僕たちがブレーサーでギルドから派遣されたのは確かです。他の人を紹介してもいいですけど、その場合いつになるか分かりませんよ。これ以上締め切りは伸ばせねえし、仕方ない。背に腹はか喜べガキども、お前らに任せてやるよ。偉そうなおじさんね。まあまあ、僕はヨシュアと言います。こっちの女の子はエステル。あなたの名前も教えて。ナイアル・バーンズ、リベール通信切っての敏腕記者だ。短い付き合いとは思うがよろしくな。ふんだ、そう願いたいわね。で、どこに案内すればいいの？確か危険なところに取材に行くから腕の立つ案内人が必要ってことよね。翡翠の塔って遺跡だ。名前ぐらい聞いたことあるだろう。なんだ、聞いたことがあるどころかこの前仕事で入ったばかりよ。あ、そりゃ都合がいいな。具体的にはその塔の屋上に俺たちを案内してもらいたいんだ。雑誌に載せる写真を撮りたいんでね。ずいぶんと物好きね。俺たちっていうことは他にも同行する人がいるんですね。相棒のカメラマンがいる。オーバルカメラの調子が悪いんで工房に行ってるはずなんだが。たっくん、ずいぶん遅いじゃねえか。急いでるんだったら工房まで迎えに行った方がいいんじゃない？どうせこのまま取材に行くんでしょ。それもそうだ。よし、工房で奴を拾ってからそのまま塔に向かうとするか。受けた仕事だ。自分でケリをつけるんだな。なんか揉めてるわね。ひょっとして。ああ、まあな。こら、ドロシー、いつまで待たせやがるんだ。はあ、ナイアル先輩、いいところに来てくれました。どうか助けてください。今度は何をやらかした？無駄遣いしてカメラの修理代が足りなくなったんじゃねえだろうな。はっ、びっくりです。どうしてわかるんですか？先輩、ひょっとして超能力者？同じことを繰り返されればアホでもわかるに決まってるだろう。お客さん、この人の関係者？それじゃ悪いけど修理代立て替えてくれますかね。仕方ね、経費で落とさせてもらうぜ。いくらだ？カメラと飾り時計の修理で、締めて2000ミラですね。ちょっと待て、カメラはともかく、その飾り時計ってなんだ？あの、修理してもらっている間、店内を見学させてもらったんですよ。で、綺麗な置き時計があったんで手に取って見てたら壊しちゃって。でもよかった、それも経費で落とせるなんて。そんなもん経費に入れられるか。ちくしょう、自腹切って立て替えるしかないか。あらよ、2000ミラだ。はい、これは領収書。なんかすごい組み合わせのコンビね。確かに。でも立て替えてあげるあたり割と面倒見がいい人みたいだね。ああ、待たせたな。ちょいとトラブっちまった。
あれ先輩、この子たちは？護衛兼案内役のブレイサーだ。予約していたカシウス・ブライトの代理だとよ。あ、こんな若い子たちが？私はエステル、よろしくね。僕はヨシュアと言います。エステルちゃんにヨシュア君か。若いけど頼もしい感じね。私ドロシー・ハイアット、リベール通信に入ったばかりの新人カメラマンなの。目下ナイアル先輩の元で鍛えてもらっている最中です。なんで俺様がこんなトンチキ娘の面倒を見なくちゃなんねんだ。まったく、あのヒゲ編集長め。まあまあ、そのうちいいことありますよ。お前が言うな、お前が。はあ、まあいい。メンツも揃ったことだし、とっとと取材任務。目的地は。それじゃ、レッツゴー。おー。番だね。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。なのかな。この前は2階までしか行かなかったから。でも規模から言って5、6階くらいじゃないかしら。5階建てのはずだよ。うちにある資料に書いてあった。かなり前に調査されたけど、その後放置されたみたいだ。そういえば他の地方にも似たよ。うん、その通りだ。ボス、ルーアン、ツァイスにも同じ様式の塔が立っているらしい。なんでもリベール王国が建国された時代のものらしいぜ。へえ、そうだったの。歴史のロマンを感じちゃうわね。それを伝えるのが今回の仕事だ。ドロシー、ローアングルで何枚か撮れ。はーい。さあ行くわよ。すごい気迫。カメラを持つと性格が変わる。さすがプロだね。
先輩、痛いですよ。お約束すぎるんだよ。カッコつけてないで、いつものスタイルで取り上がれ。やっぱり慣れないことをするもんじゃありませんね。それじゃ、おー、いい顔してますね。セクシーですね。とってもキュートです。いきますよ。はい、チーズ。なんで人物を撮るわけじゃないのに。でも違和感はないよね。景色の表情が見えるんだとさ。あんなアホなやり方で息を飲むような写真を撮りやがる。ま、一種の天才だわな。はあ、人は見かけによらないわね。はい、お待たせしました。よし、中に入るとするか。目指すは塔の屋上だ。頼んだぞ、シン。任せなさいって。どんな魔獣が現れたってあんたたちには爪一本触れさせないから。僕たちの後ろから離れないようにしてくださいね。番だね。うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。捕らえた。戦闘終了。
先に進もう。そこ、行くよ。捕らえた。僕の番だね。おお、いい顔してますね。任せて。僕の番だね。私の実力よ。眩しい。やっと屋上に到着したわね。わあ、いい景色ですね。ああ、こりゃ驚いた。予想以上にいい絵が撮れそうだな。そしてあっちが例の仏か。あれって何なのかな。なんかオーブメント仕掛けのでっかいお釜って感じですね。資料によるとどうやら古代の装置らしいぜ。使用目的は分かっていないらしいがな。ふーん。ねえヨシア、こんなものがあるって知ってた？ヨシア？隠れても無駄です。出てきた方が身のためですよ。出て行きます。今すぐ出て行きますから。な、何この人。なんと先客がいたのかよ。お、びっくり。ヨシワ君よく気づいたね。あなたは。すみません、ごめんなさい。手持ちのミラは全部あげますから、どうか命だけは助けてください。ちょっとおじさん、盗賊か何かと勘違いしないでよ。この紋章を見ればわかるでしょ。おお、それは遊撃士協会の。ひょっとして君たちはブレイサーですか。その通りよ。私はエステル。こっちので、俺たちはリベール通信の記者だ。この塔の取材をするために。はあ、もう脅かさないでくださいよ。こんな場所に入り込んでくるから怪しい人たちと思ったじゃないですか。そういうあなたも十分怪しいと思いますけど、一体何者なんですか。あ、これは申し遅れました。私、考古学者のアルバと言います。
古代文明の研究のためにこの塔を調べに来たんですよ。たった一人で？よくここまで無事でしたね。いや遺跡調査は慣れていますからね。魔獣から逃げ回る足腰には自信があるんです。さすがに今回は死にそうな目に遭いましたけど。むちゃくちゃな学者さんね。しかし考古学者ってことはこの塔の由来には詳しいのかい？まあ人並み以上には。調査を始めたばかりなので分かっていないことも多いのですが。それでもいい。何か面白そうな話じゃないか。記事のネタにさせてもらうぜ。そうですね。皆さんはセプトテリオンという言葉を聞いたことがありますか？それって教区長さんから教わったことがあるような。古代人がエイドスから授かったという力を秘めた七の至宝のことですね。その通りです。彼らはこの至宝の力を借りて海と大地と天空を支配したそうです。さらに生命や時間の神秘すら解き明かしたと伝えられるのですが。およそ1200年前、謎の災厄によって古代文明が滅びた時、セプトテリオンも失われました。七王教会の聖典にも記されている伝説だな。で、それがこの塔とどう関係するんだ？七四方の一つがこのリベールに眠っているという伝承があるんです。その名もオーリオール。オーリオール、なんだか不思議な響きの言葉ね。その伝承が本当ならば、リベール最古の遺跡であるこの塔に何か手がかりがあると睨みましてね。それで調査に来たわけなんですよ。はあ、夢のあるお話ですね。そうでしょう。古代のロマンを感じますよね。いや、分かってくれる人がいて嬉しいな。それで手がかりは見つかったんですか？今のところは。そこの装置の謎が解明されれば何か分かるとは思うんですがね。面白い話だとは思うが、現状では憶測止まりってこと。話してもらって悪いが、記事にするにはいまいち弱いな。そうですか。隠し。意外。案外真面目に記事書いてるのね。不確実なニュースソースを記事にするわけにはいかねえからな。ゴシップ載せてもヨタは載せねえのがリベール通信のポリシーなんだ。まい、予定通りに行くとするか。ドロシー、ロレント全景を収めたショットをすまい。それ以外はお前の感性に任せた。あちこち動き回って思う存分いい絵を撮りまくれ。わかりました。負傷ドロシーハイアット、思いっきり撮りまくります。学者先生、せっかくだから俺たちと一緒に町まで帰らないか？この二人見てくれはガキだが、護衛としてはそこそこ役に立つぜ。引っかかる言い方ね。ご一緒させていただけるなら、私としては願ったり叶ったりです。決まりだな。それじゃあ撮影が終わるまで。わあ、
この高さからだとロレント地方全こんなに景色がいいんだから観光名所にしたら儲かるかも。うん、そうかもね。どうしたの？なんか元気なくない？君はごまかせないな。屋上に出てからちょっと気分が悪くなってね。大丈夫なの？うん、少し風に当たったらせっかくのこうした木何か面白いこと。もう分かった。ただし了解。おや、エステル君と言いましたか？お連れの方はどうしたんですか？うん、少し風に当たりた。そうですか。ここはいい風が吹いていますからね。しかし君といい彼といいその若さでブレッタしか。うん、いい。私も大陸全土とはということ。ええ、北方の生まれです。エレボニア出身ではありませんよ。心配しなくても大丈夫よ。戦争は絶対に嫌だけど帝国の人が憎いわけじゃないしね。誰か。うん、もう、うん、あれからなるヨシアにしてみいやだ、なんでこんなことまで喋っちゃってるんだろう。他の人に聞かせる話でもないのに。いいじゃないですか。仲良きことは美しきかなです。あ、エステルちゃん、観光クォーツの数が足りる。確かに。ところでセプチウムを加工したこれに光。さすが。あれ、そういえば、うん、風の中に佇む黒。わ、すっごくいい絵が撮れそう。頼んだら撮らせてくれるかな。多分。でもよ、タバコがうまいな。ロレントなんて田舎の取材、最初は気乗りがしなかったが、たまには悪くないかもしれん。失礼しちゃうわね。だったら来なきゃいいのに。編集長の命令なんだよ。トンジ、そうじゃん。ふん。そう。で、犯人の足、ひょっとして。その可能性だが。え、そんな。平和条約だって結ばれたのに。確かに10年前の戦争じゃ帝国も痛い目にあったからな。大陸諸国、いや、未だ。そして、ヨシア、まだ気分が悪い？いや、だいぶ良くなった。もう普通通りに動けると思う。よかった。塔の中で突破。エステルちゃん、ヨシア君。あれ、撮影終わったの？任せて。いっぱい撮りまくっちゃった。これで取材は終わりだ。そろそろ町に引き上げるとしよう。新米だもん。帰りもよろしく頼むぜ。よろしくお願いします。いやー、助かりました。こんなに安全に遺跡から帰れたのは初めてです。エステル君、ヨシア君、本当になんとお礼を言ってよいや。いえ、当然の義務ですから。できれば次の調査では最初からブレーサーを雇ってよね。
財布と相談してみます。それでは皆さん、またどこかで会えるといい。さてと、俺たちもここで失礼させ、最初はどうかと思ったが、なかなかいい働きをしてくれたな。一応礼を言っておこう。これが実力よ。アホ、勘違いするんじゃねえ。俺が知ってるブレイザーと比べたら、お前なんざひよっこもいいところだ。せいぜい精進するんだな。肝に銘じておくわ。ところでお二人はすぐに雑誌、いや今日一日くらいはロレントでゆっくりするさ。原稿も書かなきゃならねえしな。私は工房に行って早速現像してきますね。それじゃまたね。父さんから引き継いだ代理の仕事もこれで終わりか。思った以上に結構やりごたえがあったわね。うん、そうだね。それと戦いだけがブレイサーの本、またまた、でもまだとりあえず、うん、すっかり。ヨシュア、あれ知らねえ。珍しいですね、いつも飛び回ってるのに。先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね、ちょうど報告をしてたってわけ。あ、知らねえも終わったんだ。まあなんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちも頑張ったみたいね。やれやれ、毎日苦労してしごいた甲斐があったもんだわ。感謝してます。それじゃあ私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ、話してちょうだい。これで依頼達成だね。ランクアップだ。はい、ご苦労様でした。どうかしら、シラザード、なかなか頑張っていると思わない？新人にしてはやるわね。でもここで満足しちゃダメよ。特にエステル、あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。はいはい、ちゃんと分かってますってば。エステルとヨシアもシェラザードも、ごく、カシウスさんの抜けた穴がこんなに早くカバーできるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで少し退屈な気もするけど。街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。久しぶりにゆっくりできるわね。よし、今夜は思いっきり飲むぞ。エステル、ヨシュア、あんたたちも付き合いなさいよね。酔っ払った知らねえの相手すんの？あら、エステル、私の誘い断るつもりね？いい度胸してるじゃない？だって知らねえって酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。騒ぐし、踊るし、脱ごうとするし。確かに目のやり場に困るんだよね。シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。なんだ、そんなに嫌ならエステルは勘弁してあげるわよ。本当？ええ。代わりにあんたの分までヨシュアに付き合ってもらうから。え、
の、シラさん？ちょっとどうもヨシアはしっかりしてそうで奥手だからね。酒にしてもその他にしてもお姉さんがいろいろ仕込んであげよっか。いろいろちょっとヨシア、何鼻の下伸ばしてんのよ。誤解だってば。大変じゃ。あれ、市長さん？エステル君とヨシア君、おお、シュラザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか？そんなに慌てて。一大事なんじゃ。家を強盗している時に私が留守に入ったらしいのじゃ。え？市長さん、まずは落ち着きなさいよ。大きく息を吸って、ゆっくり吐いて。実は私が留守にしている時に家に強盗が入ったらしいのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら、強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっと、ミレーのおばさんたちは？大丈夫、全員無事だよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。よかった。人に被害が及ばなかったのは不幸中の幸いだったわね。ここにいても拉致が開かない。市長さん、現場を見せてもらえる？うん、よろしくお願いする。待って、私たちも行く？そうですね、何か。アイナ、私たちは事件の調査に入るわ。何か面倒が起こったら全部リッチに押し付けてやって。酒場でのんびりしてるはずだから。ええ、分かったわ。めちゃくちゃだわ。これはまた見事なほどの荒らされっぷりね。あ、金庫が。女王陛下に送るはずだったセプチウムも盗まれてしまったよ。せっかく君たちが運んでくれたのに申し訳ない。謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。ところで他の部屋の様子はどうですか？他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。エステル、ヨシは？頼みたいことがあるんだけど。何？私は市長さんから事情聴取をさせてもらうわ。その間あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。え、それっていわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんです。せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。わかった。できる限り頑張ってみるわ。慎重に、そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？何から話したものか。現場検証か。早速、それと。うん。これは小物入れね。箱の蓋についた錠前が、いや、もしかしたら動力銃を使って。さすがは市長さん、
難しい。価値の高い気候本も並んでいるみたいだね。犯人が価値を知る。めちゃくちゃに荒らされてるわね。リタさんが見たらそっとしちゃいそうだわ。本棚に並んでいた本が散らばっているみたいだ。あまり意味のある行動には思えないけど。壺が倒れてる。中には何も何かの弾みで倒れただけ。引き出しの中には荒らされた感じはしないけど、どうやらロレント、これが無事。犯人ども、こうして見てみる。暗証番号を解析して開けたのか。解析なんてできる？不可能じゃないけど、プロの技術者じゃないと難しい。もっと簡単な方法で番号を調べたとしか思えないな。簡単な方法？そうだな、例えば特殊なパウダーをボタン全体にまぶしてやるんだ。そのパウダーは吸着性があって、しかも微細なため目には見えない。ただ青い光に当てると発光する。うんうん。そのパウダーがついてすると、これでちょっと、いや、指についたパウダーが増えるとボタンから取れる量は減っていく。つまり発光量の少ない順からボタンを押していけばいいんだ。数字が重複してたら難しいけど、大体の番号は推測できるはずさ。なるほど。こんなのはやっぱりあのパウダーだ。さっき説明した方法で開けたのは間違いないと思う。そっか。問題は誰がそのパウダーをボタンにまぶしたかってことね。少なくともこの屋敷を訪ねたことのある人だろうけど。そうだね、それが問題だ。あれ、手すりに傷がある。本当だ、しかもまだ新しいね。金属製の何かを引っ掛けたような跡みたいだ。手すりについた引っ掛けたような跡か。一応ブレイサー手帳にメモした方が良さそうだね。手すりについた。一応屋根裏の掃除をしてたらいきなり覆面の男たちが入ってくるんですもん。覆面の男たちってことは単独犯じゃないんだ。何人ぐらいの集団でしたか？そうですね、 3,4 人だと思いましたけど。そういえば一人は背が低かったんですよ。女性だったかもしれませんね。ミレーヌおばさん、大丈夫？ええ、心配はいりませんよ。あの、侵入者たちについて。覆面をしていたから特徴とかはわからないけど、
そういえば確か玄関には鍵がかかっていたはずなのよ。うちの人が教会に出かけて女二人だったから、用心のためにね。あの人たち一体どこから入って…あれ、これってこんなところに葉っぱなんてちょっとおかしいかも。しかもこの辺りの木に生えて…鋭いね、エステ。ここは屋敷の人たちが閉じ込められていた場所だ。閉じ込めるとき犯人たちが落としたものかもしれない。重要な証拠物件ってやつね。犯行当時は鍵がかかってたって言ってたよね。鍵も壊れてなさそうだし。ということは、市長さんから一通り事情を教えてもらったわ。あんたたちは何か収穫あった？それじゃあ一つ一つ確かめていくわよ。まず犯人たちが狙ったのは、犯人たちの規模は、どこから侵入したの、ズバリ今回の犯行に関係すると思われる人物像は。まあまあ参考になったわ。これで犯人が特定できそうね。市長さん、ここ 2,3 日の間で初対面の人物を書斎に通した？そうじゃな、何人かいることはいるが、雑誌社の記者諸君もそうじゃ。なんだ、あの人たちも市長さんを訪ねていたんだ。犯行当時彼らは僕たちと翡翠の塔に行っていました。容疑者からは除外できると思います。なるほどね。市長さん、それ以外というとジョゼット君しかおらんがでもまさかの。さすがにあの子が犯人ってのは無理があるよね。なんといっても王立学園の生徒だし。犯罪者が分かりやすい格好をしているとは限らないわ。制服なんてその気になればレプリカを作ることもできるしね。でも本当にいい子なんだってば。人当たりが良くてお嬢様っぽくてね。よしは、あいにくだけど僕の意見は逆だよ。え？あの時市長さんがセプチウムを金庫に入れた時、あの子まるで狩人のような、もちろん確証はなかったから問いただせなかったんだけど、少なくとも僕の目にはただの女学生には見えなかった。そんな信じられんの。どちらにせよその女の子には話を聞いてみる必要がありそうね。その子
どこにいるか知ってる？確かホテルに泊まっているはずだけど、でも今日あたりにロレントを立つって言ってたわ。うん、急ぐ必要がありそうね。エステル、ヨシュア、まずホテルを当たってみるわよ。わかりました。エステルさん、ヨシュアさん、おや、シェラザードさんまで。どうかなさいましたか？ジョゼットって知ってる？ここに泊まっているはずの王立学園の学生さん。もちろん存じていますが、つい先ほどチェックアウトされたばかりですよ。一足遅かったわね。発着場に行きましょう。まだ間に合うかもしれない。悪い子には見えなかったんだけどな。うん？大変申し訳ありません。間もなく到着すると思いますので、今しばらくお待ちください。アランさん、私たちだってば。なんだ、エステルたちか。おや、シェラザードさんまで。一体どうしたんだい？この辺りで制服姿の女の子を見かけませんでしたか？制服姿の女の子？それってどこの制服？ジェニス王立学園だけど。ああ、あそこの制服は可愛いんだよね。清楚で可憐な白のスカ、ロマンだよね。男子の制服は忘れちゃったけど。理解不能なこだわりね。それが男のサガってやつよ。で、その王立学園の制服を着た子を見かけなかった？いや、ここ1ヶ月ばかりはお目にかかっていないけど。乗客の出入りはチェックしてるから、少なくとも飛行場には来てないよ。ということは飛行船を使わずに街道沿いでロレントに来たのか。困ったことになったわね。一気に捜索範囲が広がりましたね。考えてみれば仲間がいるはずだから。あ、そういえば。どうしたの、エステル？これ拾ってたの忘れてたわ。何か。そうか、それがあったね。シェラさん、この近くでセルベの木が生えている場所を知りませんか？セルベの木か。確かロレントの南にあるミストバルトに生えていたわね。ミストバルト、家の反対方向にある森ですね。行ってみる価値はありそうね。
そうと決まれば町の南口から街道に出ましょう。盛り上がってるね。先輩、危ないですってば。そんなに無理して走って、これが走らずにいられるかってんだ。べきかもな。何やってるの、お二人さん。ああ、お前たちか。実はな、これからボースに行かなきゃならねえんだ。でも、定期船はまだ来てないみたいですけど。知ってる。だから街道を通っていくんだよ。さすがに時間はかかるが、歩いていけない距離じゃねえしな。そりゃご苦労様ね。ひょっとしてスクープ狙いなの？ええ、とびっきりの極上ものだぜ。こうしちゃいられねえ。なんと、先輩本当に大丈夫かな。あ、それじゃあまたね、エステルちゃん、ヨシア君。にぎやかな連中だこと。あんたたちの知り合いなの？例の雑誌社の記者たちよ。父さんの代わりに塔に案内した。何か事件でもあったのか。よし、準備はいい。そこ、せ、せ、そこ、そこ、そこ、せ、そこ。せ、行くよ。任せなさい。そこ任せて。僕の番だね。スイッ。うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。任せなさい。
そこ私の番ね。行くよ。私の番かしら。そこ任せて。この調子で行くわよ。ここからがミストバルトね。シラさん、何か分かりますか？間違いないわね。ほんの少し前に複数の人間がこの辺りを通った気配があるわ。十中八九。そんな逃亡犯のトレースもブレーサーに必要な技術だからね。とにかく森の中を調べるわよ。やじゃ。了解しました。